ますよ。チャミのトークパラダイス。会いたい、聞きたい、話したい、始まります。イエーイ。はい、今夜のゲストは浜名湖からぬくもりの森、はい、こちらですね。見えますか。すごい、もうジブリの世界ですよね。そちらから、はい、そちらのね、アロマのお店の、はい、あつみさんです。お越しいただいております。イエイ。皆さんこんにちは。ありがとうございます。はい、ちょっと自己紹介お願いします。あ、はい、あつみむねみと言います。はい、ここぬくもりの森で働き出して3年とちょっとになるんですけども、はい、その間に一回チャミさん遊びに来てくれたんですけど、その時ちょうどお休みだったっていう、はい、そう、すみません、私行きたくなったら行っちゃうので、もうね、アポも取らずに会えたらラッキーみたいな感じでね、どこへでも行ってしまいます。はい、はい、本当にジブリの世界で、はい、楽しんで帰っていただいたと思うんですけど、うん、あってはなかったけど、そうね、はい、お店にも伺いましたよ。ありがとうございますね。はい、このね、浜の湖のぬくもりの森、はい、なんかコンセプトかなんかあるんですか。コンセプト、うん、本当にこの絵本の世界っていうか、うんうんうん、創業者の佐々木さんという方が、本当フランスの方の建築を真似されて作られて、本当ご実家だったところを今こういう商業施設に変えたので、ちょっとね、階段が急だったりするので、皆さんこそこそと言ってからです、急だよね階段とかって言われるんですけど、まあ、楽しいところなので皆さん遊びに来てください。うん、なんていうの、どんぐりみたいな、うんうん、はい、お家というか、あ、そうそう、あ、ちょうど、ね、これね、チャミさんにお土産で持ってきたんですけど、クッキー入ってます。こんな感じのお家がね、はい、こんな感じでいろんなお家、ね、ありますよね。はい、うんうん、ありますので、検索するとね、本当になんかちょっといいね、異空間というかね、日常的な感じを楽しんでいただけると思います。はい、ね、お友達と行っても楽しめるし、私一人で行っても楽しめますよ。今いるっていう、そう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 、休みです私。そうそう、行っちゃうね。ね、はい、いろんなね、ね、この、はい、こうお家とかあるじゃないですか。はい、ちょっとご紹介してもらっていいですか。そうですね、今でちょうど10、うん、ぐらいあるんですけれども、うんうんうん、ちょっと有名なところ、このレストラン、レストランドゥスールさんって言って、うんうんうん、フレンチが、うん、創作フレンチをすごく楽しめるところで、本当に美味しい、うん、今度ね、ちょっとお友達と一緒にお邪魔するんですけども、 お邪魔するって、召し上がりましょう、お食事に、ね、いただきに行きます、はい、3000円コースとか6000円コースとか、もうちょっと多分上のコースもあると思うんですけども、うんうんうん、ディナーもね、ランチもあります。ランチはちょっとお手頃なのかな。ランチでもうちょっとお手頃になると思うんですけども、予約された方が多分確実に、はい、お席取れると思いますので、この時期だからね、はい、特にね、いろいろ予約した方がいいかもしれないですよ。レストランですね。うん、あとこのどうでしょうね。あとこちらなんですけども、これ服が来るよ、袋って感じですね。ナザールボンチュってご存知ですかね。ナザールボンチュ、はい、ブルーコテージさん、トルコのお守りなんですけども、トルコ、はい、トルコって親日なんですよね。なんかね、身を守ってくれるって言われてる、うんうん、ナザールボンチュがついてるこういうもの、身を守ってくださるんですね。可愛いね、うん、アクセサリーみたいな感じのもいっぱいあります、うん、なんか縁起がいいね。そうですね、うん、あと香水瓶なんかもありますので、うんうんうん、こちらもね、楽しんでいただけるかと思います。あとこのライトシャインさんっていうこの革製品なんですけども、ライトシャインさんです。ライトさん、はい、行くとね、名前を入れていただけるんですよ。自分の名前をね、はい、書いてありますね。そうそうそう、待って書いてありますね。待ってればね、何分かするとすぐザーってやってくださるので、ちょっとこんなのもね、お土産にいいかと思いますね。うん、はい、よっかな。であとちょこっとここにあるアロマショップがあるんですけど、うんうんうん、私ここで働かせていただいてるんですけど、はい、ね、スプレーとかこういうエッセンシャルオイルなんかもありますので、うん、お暇だったらちょっとね、遊びに来てみてください。はい、オリジナルですか、このアロマって。そうなんですよ、こちら、そうなんですよ、本社があって、ちょっとぬくもりの森さんとコラボして、アロマのせいっていう名前になってるんですけども、天然の植物から取ったものなんです、ね、はい、100% 天然、はい、安全ですよ、はい、はい、なります、ね、香りがいろんなことを持たされ、ね、持たせてくれるよね。はい、他になんかさ、こう本当に歩いていくじゃないですか、ね、はい、こう、はい、三角ってさ、ここですね、上がってって、はい、これがね、ライト社員さんがここなんですよ、うん、見えます、皆さんどうですかね、見えますかね。検索するとね、分かると思います、はい、そうだね、そうですね、あと
どうしてここで働こうとかって思ったんですか？ちょうど、ね、あの3年前にアロマをちょっと習ってたんですけども、はい、そうしたらたまたま求人のとこであのアロマショップの募集がありまして、それであのたまたまねご縁で受からせてもらって、それで一応ここで働くようになった。さらに深まったって感じですね。そうですね、入ってからの方が勉強させていただいた感じなんですけど、なんか引き寄せとかね、はい、ご縁があったんですね、はい、アロマって ね、うんうんうん、奥が深くてそういうね、はい、そうですね、こうなんか本当建物がね統一されてるじゃないですか。はい、これもその佐々木さんっていう創業者の方の土地、おばあちゃんの土地だったところに、うん、あのこうフランスの建物をこう勉強されて建ててったっていうふうに言われてますね、うん、はい、そうなんだ。そうなんですよ、今どうですか、うん、この人手っていうか人手あの、うん、コロナの時期に、うん、あのしばらく休業とかもあって、うんうん、うわどうしようと思った時もあったんですけど、うん、今やっぱり、ね、かなり皆さん戻ってきてくださって、うんうんうん、だいぶあの活気が出てきたかなっていう感じですね、うんうんうん、はい、ね、うん、あの癒されるというかね、うん、なんかねそう森っていうぐらいでね、で森林浴というかね、あの、まあはい、浜名湖の方行けばね、浜名湖当たり前だけど、うんうんうん、湖もね近く、うん、そうぐるんと回れるし、うん、楽しめるよね、あの辺って。かんちゃん家がねすぐ近くにあるので、いちご狩りされたりした帰りに寄ってくださったり、うん、温泉に泊まった帰りに寄ってくださったり、うん、はい、いろいろね、うん、寄ってくださって、冬はねみかんの時期でね、そうですね、みかんね、みかんも求めて、今三日日にいるってとすみさんが連絡があった時、そうそう、行動派だからもう、そうそうそう、あ、じゃああの時はちょっと仕事で行ってて、仕事で行かれてた、うんうん、帰りにね、あ、行けるそうそうそう、行ったんだけど、あの時は行かなかったんですよ。そうですか、そう、はい、私があの岩田に仕事に行った時に足を運んで、あ、そうだ、あ、こっち来たからどうせだったら行ってみたいと思って、はい、行かせていただいた、はい、見てたんですよ、こうね、あの、うん、そのなんていうムーミン村にあるようなね、はい、建物のところを映ってたりとかっていうのを見て、ここどこなんだろうとか思ってたら、うん、なんとなんとつながって、つながったんで、あ、そこなんだって、うん、はい、森の森、あ、ぜひ行きたいってずっとあって、うん、っ、今日なら行けるって言って走っていっちゃったんですね。はい、で皆さんもね、ぜひね、この癒しに、うん、はい、楽しいですよっていうか、うん、なんか本当にほっこりするよね。ぜひぜひ、ね、ちょっと違うんですよね、うん、急になんか景色が変わってくる感じで、でショップ、はい、ね、ショップもあるのでね、またね、あの、はい、いいかと思います、はい、足を運んでね、楽しまれてください。はい、はい、お待ちしてます、ね、他になんかこうね、ご紹介にそう、どう、道のり、道ってで分かりやすいですよね。でもね、道はそうですね、あの、うん、ここなんだったっけ、観山寺のスマートインターチェンジっていうのが新しくできて、うん、ここで降りられると本当すぐぬくもりの森があるので、うん、あの便利かなっていうふうに思いますね。そうですね、そうですね、チーズケーキ屋さんなんじゃないですか。そう、今日それを、ね、チーズケーキ大好き今日それ買ってこようと思ったら間違えちゃったこっちいやいやいや、そうそう、あの美味しいです、うん、これは本当にできたばっかりっていうか、もうでも1年以上経つんですけど、森のチーズケーキ屋さんですよ、うん、皆さん、はい、ね、ぜひね、チーズ好きには止まりません、うん、ね、豆なりさんっていうのも本当にね、あの、うん、最近できてここなんですけど、可愛いアクセサリーとか、豆っていうからちっちゃいって感じ、なんかね、可愛いものいっぱいあります。あとね、うん、袋ちょっとね、こっちは別料金かかっちゃうんですけども、あの触れたり、うんうん、袋触れたりするので、ちょっとね、あのお時間あったら、うん、ちょっとプラス料金になりますけど、うん、袋って性格あるんだよね。ね、袋ね、そうそうそう、これちょうど袋の絵が、人懐っこい子とか、ブーッと怒る子とかね。そう、それでね、面白かったの、私も袋の時に、はい、あのほら、飼育員さんっていうかね、その方と相性悪いみたいで、この子はね、僕の男の男性だったけど、めっちゃ仲の怒るんですよって、本当に威嚇してるんですよ。もうちょっとね、そう、へーっと思って。私も本当、入って、触らせてもらおうと思ったら、うん、目こんなになってて、うん、触れませんでした。ですごい、おとなしい子もいて、私も、ね、ね、すごい、なんか縁起物って感じでね、袋ね、いいですよね、うんうん、はい、アイスクリームもある、そう、ジェラート屋さんがね、そうですね、うん、あの本当入ってすぐの、うん、ちょっと写真に写ってここら辺にあるんですけども、うんうんうん、本当30種類以上
アイスクリームあるので、ジェラートありますので。はい、食べたんですか。へ、定休日とかってあるんだよ、定休日。木曜日が定休日になります。木曜日お休みらしいですよ。あと第3水曜日が静岡県民の方があの入場料無料になるので第3水曜日おすすめで。あ、ごめんなさい、ちなみに入場料って あの中学生以上が500円。500円ですね。ってます。はいね、管理とかね、いろいろね、でこういう森とかね、木を伐採、いろいろ大変だと思いますよ。ね、ちょっとね、こう雨がひどかったら土砂崩れしてきちゃって。危ないじゃないですか。お店大丈夫ですか。怖いですよね。あのね、そういう修理もしなきゃ、うん、あれですけど、のどかなところでね、はい、ぜひぜひ皆さん、ぬくもりの森森って浜田湖ですね、うん、はい、足を運んでみてください、はい、そしてモネミさんね、はい、いらっしゃったらラッキーっていうところで、はい、やいじ TV 見てきましたよって言ってくれたらニコって笑ってくれると思います。スマイルだけで、ね、ルでプレゼントはスマイルで、はい、いいよね。笑顔がね、はい、一番素敵です。はい、ありがとうございます。はい、というところで、はい、ね、アロマのね、先生というかね、アロマのインストラクターさんですよね。はい、はい、アロマのこと、いろいろ、はい、アロマの石鹸とかね、石鹸、あ、そうです、はい、アロマバスとかね、アロマバス、あ、はい、いろいろありますよね。今、うん、ナードアドバイザーっていうのをちょっと通ってるんですけど、うんうんうん、アロマのクラフトっていうか制作するのもちょっと勉強させていただいてるんですけども、うんうんうん、あの美容液とか作ったりするのもすごく面白いんですが、うん、やっぱつけるとすごいお肌このシワがピーンって伸びるような美容液があるので、またちょっと皆さんにそうそうご紹介なの気になるやつね。ピーンとしたいよね。ピーンってしてるしてるしてる。年齢の年齢より若いですよ。お若いです。目尻気にしてね、男性でもね、こうね、まあ、最近の男性もね、あの化粧品とかね、便利ね、そうそうそう、あの敏感です。ほほばオイルがね、結構あピーンとシワを、ね、よく言うね、伸ばしてくれる。ほほばとかアルガンオイル、すごくアルガンオイルはさ、食品ね、あ、私の飲んでちゃう、サラダにかけてますよ。あ、そうそうですか、うん、飲んでもいいし、外からもいいっていうですよ、ね、ことですね。いいんですよ。で、熱にも強いんだよね、確か。あるがいいです、うん、あの、うん、とにかくね、こう、うん、貴重なオイルなので、すごく、はい、高いです。ちょっと高めなんですけど、すぐなくなっちゃったって感じ、なくなっちゃうって感じだけど、そうですね。はい、ね、おすすめですよ。はい、おすすめです、はい、ね。で、香りにもいろいろあるじゃないですか。そうです ね、 あのラベン、そうね、ラベンダーを好きな方は本当に夜嗅いでいただくとこうぐっすり寝れるような香りとか、うん、私もね、あの、うん、ちょっとこうフィットネスの方のフィットネスアロマっていう方 のを勉強して取ってるんだけど、うん、やっぱりラベンダーはアロマの女王様って言われてて、ね、ラベンダーね、あとローズなんかも、ね、そうですね。ローズってさ、集中力高めて、高めたり、そうですね、やっぱあの海外では花、バラの花が子供の部屋にはポンと置いてあるとかって、あのクレオパトラみたいですね。男性を魅了これやばい。陽気、陽気、綺麗な方はローズが、陽気。あ、ローズバスのありましたから、私みさん、あの、そう、お風呂に入るときバラをいっぱい敷き詰められ て、 そうそうそう、似合わないでしょ。いやいやいや、もうね、感動しちゃって、いいねをすごい、ありがとうございます、ね、一緒に1回ぐらいはと思って ね、 素敵ですよね、うんうん、ローズバスね、うん、入らせていただきました、うん、贅沢でしたね。すごい。あの後はどうされるんですか、あれは。もう1回だけ、うん、1回じゃないですよ。またね、お風呂にやったらまた出して、うん、また入れて出して花びらになっちゃうじゃない、うん、花びらで今度は楽しいんで、あ、もうダメだなって言った時にね、もう捨てるんだけど、そこ、それがすごい大変。入ってる時いいんだけど、それ片付けが大変。あ、そうですか。でもいい ね、女王様気分で ね、うん、ね、でもね、誰かやってくれればいいんだけど、片付けね。羊がいないんだって。はい、そうなんですよ、はい、で、調香したりとかもするでしょ、うん、あ、調香、今ね、うん、本当にこう、うん、ブレンドの勉強も本当に今してる、してるとか感じなんですけども、うん、飛びやすい香り、あの柑橘の香りとかは飛びやすいから、柑橘系好きなんだけど、ね、オレンジとかグレープフルーツ、グレープ、そうそうそう、レモングラスとかも、そうですね、混ぜるよね、はい、でね、柑橘系って肌につけて、うん、肌っていうかね、直射に行くあったりと、ね、シミになったりヒリするでしょ、毒性があるから、やっちゃったんですよ、私。あ、そうやっちゃって、鼻炎とかマスクのところにシュッシュッってやって、まだ濡れてる時に、ね、はい、マスクして、うん、外出たら、うん、ヒリッとして、
市民になりました。やっちゃいました。なので皆様気をつけてくださいね。あの解決はあれですね、うん、気をつけなきゃいけないですね。うん、でも爽やかでね、とっても好きなね香りなんですよ、私。あと虫除けスプレーとかね。レモングラスとか ね、でき、ま、夏はね、いいですよね、本当にね、仕事してる時に虫来たからシュッシュってやったらね、逃げてきました。逃げますね、本当に、だからここにシュッシュって、ね、逃げない ね、そういうやつじゃないか変なこと言いそうになっちゃったダメだよね。でもあのサンダルウッドとかの白檀の香りもすごく落ち着く香りで、ね、いますね、好きっていう方多いですよね、はい、いいですよね、ああいう香り、あとね炭の香りですね、だからね、炭いい、渋いとこ行くな、いいですよね、そう、香りとコラボっていうのもね、よくて、あと、ね、眠る時もお部屋もね、ほのかな香りがいいね。そうですね、雨強いとね、逆効果になっちゃうので、ほのかがいいですか ね。自然 100% 精油だと、やっぱりこうくどくないじゃないですか。そうですね。なので、よくあのエレベーターとかこうオフィスとか、これなんとなくふわーって香る匂いっていうのは、すごく心地よくていいなと思うね。皆様、ちょっと、ね、お届けできないんだけど、この八重洲 TV もふわーっていい香りがしてますよ。さあ、皆様じゃあのスタジオに来てお確かめくださいませ、はい、お待ちしてます、ね、はい、ね、そうそう、ちょっとねあの、今おすすめ香り、おすすめのってあります、なんかあの、ちょっと殺菌効果があるティートリーとかはやっぱ、ね、この時期ちょっと炊いていただくと、あとあのお掃除の時にこう、一滴垂らしてからこうね拭き掃除すると結構殺菌効果というかなったりしていいかなっていう感じのものもありますね。ティズリって、あのブレンドする時に万能だと思いません？私、ね、色物合いますね、合うなと思ってすっきりした香りで、結構自分ねそれで入れちゃって、あの一滴二滴とかっていいじゃないですか、ちょっと隠し味っていうか ね、できますよね、あの私もちょっとねあのこう小学生って子供たちの喉でね、アロマスプレーをやってもらいたいって言ってね、言ったことあったんだけど、やっぱ子供っていうのはさ、たくさん入れればいいと思ってるよね。あ、ドバ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 入れられちゃってちょっと待って、それも辛いね、ちょっと待ってって感じがないからね。そう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 、待って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 、ルイ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 、ちょっと待って皆さんちょっとねついていけないよね、あのあちらの方とねちょっと遊んでしまいました、すいませんルイルイおいおいルイおいおいって、はい、そうですね、癒されてますね、としみさんすごい、いやいやいや、ね、本当に、だからそのうまくねこのほのかにっていうのが難しくて、ね、フューザーとかも使っても香りがしなかったりとか、まあ濃くなっちゃったりとか ね、そうで、ね、香りは人それぞれだから好みが好みなんですよ。嫌だよって嫌いだよっていう方もいるじゃないですか。そうですね。苦手な方。だその辺は難しいの、ね。ラベンダー本当にいい香りなんですけど、嫌いっていう方はあの、おトイレの芳香剤の香りって言われちゃう方もいるので、みんなが好きかっていうとそうじゃなかったりしますね。ねえ、好きな香り皆様ありますか？ねえ。私はやっぱラベンダー好きかな。あ、私やっぱ。あの柑橘系がいい、柑橘系がいいですね。アティーズリとのコラボ、あとユーカリとかを入れて、ユーカリもいいですね、すっきりして。私ね苦手がね、イライラ、あ、今ね私もどうしようかな好きな人と分かりますね、イライラは、あの嫌いではないけど、そうそう、まあそのね、こうなんていうかな、メーカーっていうかね、あれでもやっても違うと思うんだけど、イライラもファーストとかセカンドとかのね、どっぷりどっぷりなのが使えた時はもうちょっとうっと思ってあ、ちょっと分かります、ね、分かります、すごく好きな方と分かれちゃうね、で季節だと桜の香りとかあったじゃないですか、ね、あれ入ってましたか、イライラ入ってた、あ、そういうあれは大丈夫でした、そういうのは大丈夫でしょ、そっかそっか、で桜のって珍しいと思って、すごいな、よかったです、あれ2年前ぐらいですね、そうですね、そうですか、今ねあれなくな、ないんですよ、そうなんだ、貴重な桜だった、あとね、あのなんだっけ、トヨタかな、市が香りの博物館って言って、ありますね、岩田にもあるかな、あ、岩田の横が豊田市じゃない、市じゃなかったか、豊田町豊田町です、あ、確か、はい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 、行ったことあるんですよ、で、プロジェクトマッピングやってて、そこからあのこう映像が流れて、時々上からそのファーって香りが演出されてるんですね、それとは別に、本当にもう本当それこそクレオパトラとか病気碑とか、あの辺の時代 の三大美女、あの方たちの時代からの香りとかもあって、
昔からの変わりがあって、あ、そうでしたか。って感じだね。案外強いですかね。うん、ちょっとまた、まあね、現代とは違う感じで、うんうん、違う感じで、うん、でもその当時はね、それがね、美のね、なんかこうフェロモンだったんですよね。彼女たちにはこう男性を引きつける。そうらしいですよ。ね、皆様は引きつけられますか。どんなカールに引きつけられますか。ね。ね。ですね。はい。ぜひぜひね、あのね、うん、あの香りもね、はい、楽しまれるといいかと思います。うん、そうですね。そう、ミントどうですか。ミント。あ、ペパーミントとかですね。うん、どうでしょう。嫌いではないんですけど、すごく自分がつけるかっていうとあんまりしない感じかな。お料理とか、あ、お茶、ね、ハーブティーとかね。ハーブティーも美味しいですね。そっちも香りいいですよね。そうですね。ミントで、ミントと何だったかな、なんとかグラス、なんとかミント、うん、スペアミント、そうだ、スペアミントと、ミント系はいっぱいありますね。うんうん、美味しかったでしょう。あ、美味しそう。アイスの上に乗ってても美味しいですね。そうですよね。好きな人は大好きですね。ミントすごくね、さっぱりして。夏はいいですよね。ミントミントミント。ミントミントの色も可愛いよね。ブルー系のね。ね。ミントちゃん。はい。ハーブティーもね、いいですね。そうですよね。はい。全然時間わかんないって感じね。そうなんですね。そうですね。なんかお伝えしたいことあります。あと、うん、そういえばあの、はい、前回来た時も、うん、前回ってね、覚えてらっしゃいますか。笑いよがね、はい、さんとね、一緒にね、あの師匠なんですけど、はい、はまたちょっと、うんうん、あのリーダーのための覚醒塾っていうのが、うんうん、ごめんなさい、前回もね、はい、おっしゃってましたね。ただ、まあ、場所がしっかりしてない。今度は6月19日にあります、うん、7月10日にもありますので、また1ヶ月に1回ぐらいありますので、よかったらね、あの浜松の方に足を運んでみてください。うん、お待ちしてます。これはどこを検索すれば一番わかりやすいの。あ、本当ね、どこ、浜松東倫理法人会が、あの主催してますので、うんうん、ここリーダーのための覚醒塾っていうのを、リーダーのための覚醒塾、うんうん、浜松とかってやったら検索が出てくると思いますね。はい、ね、はい、また皆さんお待ちしてますので、うんうん、はい、うん、ありがとうございます。いろんな講座なさってるんです ね、 ね、はい、ありがとうございます。っていうところでね、はい、これを返してまたね、笑ってください。笑う。前前前回かな？前前回、あの笑いヨガの方のゲストでお見えになってきて、はい、今日はぬくもりの森とアロマのインストラクターさんのね、先生として今日お越しいただいております。はい、皆さん、浜名湖と言ったら、うなぎ。浜名湖と言ったら、浜名湖と言ったら、あとなんだろう。え、ぬくもりの森って言わないの。ねえ、おかしい。ぬくもりの森。そうだよ。あ、そうや、ね、慣れてなくて。ぬくもりの森。そう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 。3ステップでしたか。もう一回やるよ。浜名湖と言ったら、うなぎ。どんどん。確かに。はい。皆さん、ご一緒にどうぞ。ハンマナコと言ったら、ぬくもりの森。お弁当、お弁当のどんどん。そっちでしたか。ドンキ。ハンマナコと言ったら、水上スキーに、あ、そうジェットスキーに、みかんとか、みかんに、三日目みかん。はい、ね。そして、そしてぬくもりの森。ぬくもりの森と言ったら、あとね、アロマのせい。お願いします。はい。レストランも美味しいですね。レストランね、レストラン今度ね、あの、教えてくださいね、どんな感じだったか。はい。うん、ぜひ。ね、うん。はい。ね。そしていろんなね、お店がね、あります。で、袋にも会いに来てね。はい、そう、はい、本当に。うん。そして、服をね、服が来るよ。そうですね。袋。キャン、袋。袋ですね。で、オリジナルのチャームですかね。そうですね。うん、名前入りのね。はい。落としちゃったよ。はい、名前入れてもらいます、こっち。ね、可愛いね。はい、うん、はい、大丈夫ですか。他に何かお伝えすることないですか。どうも大丈夫です。はい、大丈夫ですか。それでは本日のゲストは浜名湖ぬくもりの森、そしてアロマのモティーチャー先生、インストラクターの、うん、あの宗美あつみ、どっちでもいいね。ね、さんでした。はい、チャビのトークパラダイスです。ありがとうございました。イエーイ。ぜひね、浜名湖近くに行ったら、あのぬくもりの森、そしてアロマのお店ショップにお立ち寄りください。
そしてこの後ですよ、デムマキチャンプルーマキちゃん、そして本日のゲストはマルチタレントの杉山千秋さんです。よろしくお願いいたします。イエーイ、はいはいはい、バイバイ、ありがとうございました。ありがとうございます。じゃあちょっとお写真だけ、インスタ用のお写真、インスタ用、じゃあこれを見せてかな、これを、はい、はい、チーズ、もう一枚、緊張しちゃうか、チーズ、オッケー、ありがとうございます、ありがとうございます、顔が緊張してる私が自分のね、ありがとうございます、これこれ、お家で食べてくる、どうもありがとうございます。数えきれないほどのありがとう、ごめん。数えきれないほどの笑顔を作り出す、いつまでそんなにへこんでんだい、どうした、いっぱいやるかどっか行くかおごるぜ、ダサい服着たり変なメガネかけたりして、どうにかしてどうにかして君を笑わせたいんだ、当たり前じゃないんだ、ごめんなさい、お願いします、一緒にいられることありがとうを伝えることを、いつもサボらずに、喧嘩した時はいつもどっちがいい、いつも思う、君が持ってくる、二人ともちょっと頑固なとこ直そう、どっちが先に謝るかなんて、そんなことどうでもいい、どうでもいい、ああ本当に本当にどうでもいいよな、数えきれないほどの元気をもらってるんだぜ、俺たち二人なら最強だろう、本気で思ってるんだ、数えきれないほどのありがとう、ごめんねが、数えきれないほどの笑顔を作り出す、楽しいこと山いっぱいで、辛いことは半分こ、大好きな君をもっと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 数えきれないほどの、多分大丈夫、忘れたらもう忘れたって超えていく、最後の
最後までずっと愛して行きます。せーな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 ー、みんなご一緒にどうぞ。なー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 。ゲストも勝手にバブリーマルチタレントって書いちゃった。どうしたら、ヒョウ柄持ってきたんだけど、どっちがいいのかなと思って。そう言われたんじゃん。本番生着替え。ほら、自分居酒屋千秋と違うじゃん、うん、立場が。そうだから、あ、どうしようかな。そのバブリーとか書いてあったから、うん、あ、バブリーの方がいい。